日向洞窟日光洞窟一途日光洞窟は山形県東大北間郡高畑町にある洞窟の遺跡、国の史跡に指定されている。高畑町の山、立石のふもとに南向きに開港する洞窟である。本洞窟周辺に14地点の洞窟遺跡群が存在し、洞窟遺跡がこれだけ同じ地域に密集しているのは全国的に稀とされる。 1977年2月17日に国の史跡に指定された。基盤上に5層の遺物包含層があることが認められ、第1層には縄文時代晩期以降の遺物、第2層には縄文時代晩期から早期の各時期の遺物、第4層には縄文時代早々期の遺物が包含されていたことが確認された。新潟県の大瀬が沢洞窟、 長崎県の福井洞窟らと並んで、旧石器文化から縄文文化への発展過程を解明する上で、重要な資料となったほか、人々がここで1万年以上前から住居として生活を送っていたことや、縄文早々期の存在が証明されるきっかけとなった。江戸時代では、鬼の岩屋として立ち入り禁止の地とされていた。 山形県東沖多摩郡高畑町竹森 ABC 日向遺跡文化解産オンライン日向洞窟日向洞窟遺跡局部麻生石符を発掘東北では珍しい山形毎日新聞毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20160913/ddl/k06/040/06500c2020 年9月16日閲覧東北最古の縦穴住居跡高肌日向洞窟近くで見つかる山形新聞山形新聞 https://smart.yamagata-np.jp スラッシュニューススラッシュエントランス .php パール1イコール kj 二兆200億9140万2842020年9月16日閲覧ありがとうございます